セクレタリアと像、クリストファー・トンプキンス・チェナリーは、アメリカ合衆国の実業家、サラブレット競争馬の生産者兼馬主。バージニア州にて、生産牧場メドーステーブルを営み、1950年の年度代表馬ヒル・プリンス、1961年から1963年の3年連続、最優秀品馬死刑だ。1972年のアメリカクラシックに看馬、 リバリッジ、1973年に、史上9頭目のクラシック三冠馬に輝いた、セクレタリアートなどの活躍馬を輩出した。死後の2019年に、アメリカ競馬殿堂入りを果たした。バージニア州リッチモンドで、父ジェームス、母アイダ夫婦の5人兄弟の次男として生まれる。その後、家族はアッシュランドへ引っ越し、クリストファーは家計を助けるために、子供のうちから働き、 親戚の牧場での乗馬を好んだ。働きながら、ランドルフ・メイコン大学とワシントン・アンドリー大学で学び、1909年に工学の学士の学位を取得した。卒業後、チェナリーは鉄道ルートの調査の仕事を得て、アラスカへと赴いた。ここで妻となるヘレン・ベーツと出会う。金も名誉もないチェナリーとの結婚を、ヘレンの親族は反対したものの、 三年間の説得を経て1917年に結婚、翌1918年には長男ホリス・チェナリー、さらに翌年に長女マーガレットが生まれた。第一次世界大戦中にはホートベルボワールの陸軍工兵隊で乗馬を教えていた。退役後は再びエンジニアとして働き、1922年に末娘ヘレン、ペニー・チェナリーが生まれた。 1923年からはニューヨークに移り、1926年に連邦水道公社を設立。1936年にはサウザンナチュラルガスの代表取締役となった。これらの事業で十分な財産を得たチェナリーは競争場育成事業に乗り出し、故郷バージニア州で生産牧場メドーステーブルの経営を始めた。この牧場の成功の始まりとなったのが、 1939年に購入したヒルデーンという影の品馬である。クレーボーンファーム創設者アーサー・ボイド・ハンコックのアドバイスを受けて750ドルで購入した。この馬は競争馬としては発戦して3着が1回と全く活躍できなかったが繁殖品馬としては素晴らしい成績を収めた。第四個のヒルプリンスは1950年のプリークネス・ステークスや ジョッキークラブゴールドカップステークスなどの大レースに勝利し、同年の年度代表馬に選ばれた。ヒルデーンはそれ以外にも種ボバとして成功した、ファーストランディングなど全部で5頭のステークスウィナー、さらには母の母としてアメリカ最優秀品馬に3度選ばれた死刑打を出した。ヒルデーンの子孫たちが稼ぎ出した金額は300万ドル以上になり、チェガリーにとってのブルーヘン。 となった。チェナリーの2頭目のブルーヘンになったのが、インペラトリーチェという黒影の品馬である。インペラトリーチェは1941年のテストステークスのカチウマで、1947年にチェナリーが3万ドルで購入した。インペラトリーチェは1948年のコーチングクラブアメリカンオークスピムリコオークスに優勝したスカタードを筆頭に7頭のステークスウィナーを輩出。 そして1952年に生んだサムシングロイヤルは母としてサーンイロードセクレタリアとを出した。ジェナリーは当時衰退しつつあったニューヨークの競馬を再活性化するため当時ジョッキークラブの副会長だったオグデン・フィップスからの誘いを受けてハリー・グゲンハイムと共に1955年にグレーターニューヨーク協会を設立。3人は 州政府や銀行から資金を引き出し、老朽化した施設を改修した。1960年代になり、80歳を超えた、チェガリーの判断力に問題が見られるようになり、1967年には、牧場の大事な品場4頭を安値で売り払う、決定をした。家族やスタッフの反対により売るのは3頭になったが、その直後に、妻ヘレンが死去。 気落ちしたチェナリーの健康はますます悪化し、翌1968年からニューヨークのニューロシェール病院に入院。以後退院することはできなかった。チェナリーの3人の子供はそれぞれ競馬とは関係ない。職業についていたが、末っ子で主婦をしていたペニーがメドーステーブルを受け継いだ。その後の1972年に牧場の生産馬、リバーリッチがケンタッキーダービーに勝利。 ジェナリーはそれまで、サーン・ケーロードや、ファースト・ランディングなどダービーの有力候補を多数育てていたのだが、ダービー勝利には届いていなかった。この時のジェナリーは、病室で、テレビでレースを観戦していた。看護師があなたの馬が勝ちましたよ。と呼びかけると、ジェナリーの方に涙が伝わったという。ダービーの2ヶ月後にセクレタリアとがデビューして2歳戦線を、接巻。 この両馬の活躍により、メドーステーブルはこの年のエクリプス賞、最優秀生産者、エクリプス賞最優秀馬種を受賞した。翌1973年1月3日に、病院で死去、去年86。この年にセクレタリアとは25年ぶり史上9頭目のアメリカ三冠馬となり、メドーステーブルは2年連続の最優秀生産者、馬種賞を受賞した。 病に倒れたクリストファーから牧場の経営を引き継いだ娘ペニーとセクレタリアとの物語は後の2010年にセクレタリアと奇跡のサラブレッドとして映画化されクリス役はスコット・グレンが務めた2019年前年のペニーに続いて親子でアメリカ競馬殿堂入りを果たしたメドーステーブルの勝負服英語文献ありがとうございます